10月4日のセリーグ、熱すぎる。広島 DeNA の2位3位確定戦、巨人対 DeNA、 中日ヤクルトの5位6位確定戦、ヤクルト対阪神。両方代理戦争で草、チュニドラ、阪神頑張れ。パリーグもパリーグで2位のソフトバンク楽天が0ゲーム差、横浜が勝つと2位横浜、3位広島。引き分けか巨人勝ちで2位広島、3位横浜。リーリーの先発は東だろうし、2位あるな。今年の開幕お互い4連敗してずっと持って言われてた横浜広島が最終戦まで同率なの。草野球、ご視聴ありがとうございました。野球知識や思ったことをコメント欄にぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。面白い情報を知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。